はい、皆さんこんにちは、論外です。ということで今回はね、重心化解したケット C を近畿級の国でやっていこうと思います。で、自分ねちょっと近畿級の国やるのめちゃくちゃ久々なので、プレイにねなんか若干下手な部分があるかもしれませんがご了承ください。で、昨日ねケット C を厳選してきて過激1万4000持ってきました。でもメタトロンをね1体採用している理由としましては、ケット C のねコネクトスキルがスピード型1体以上入れることでコネクトが発動するみたいなんで、まあ自陣3体の、まあ、スピード型1体とかがかなり実用的になってくるのかな。あとはラック100以上でねなるみたいなんで、まあ運枠1のケット C とかで、まあ、今後なんかね栄冠の闘技場シーズン2とかに使われてくるのかな。その他高難度クエストもろもろで使われてくると思うんですけども、めちゃくちゃね非常にスペックの高いステータスだったりねアビリティしてますね。なんかこれ限定キャラなんじゃないかっていうぐらいもらえましたね。で、もともとね神化の血統師がめちゃくちゃステータス高くて、そこの部分を受け継いでさらにそのステータスを上回ってきたっていう感じですね。とんでもないコースでですね、でプラスアルファで3つの火力アビリティに加えてこの SS ですね。しかも超 SS 短縮で打てるので、まあ、基本的にその弁財天とは異なってドレインを持ってないのでね、まあ、HP 管理に高難度ではね使う際にはただ困る時があると思うんですけども、まあ、本当にモロ刃の剣ですね。使いどころには気をつければ、まあ、基本的にめちゃくちゃ強い SS となってます。で、他のね YouTuber さんの動画とか見たりしたんですけども、友情コンボもね強いです普通に。で、マーキングボム結構癖のある友情コンボなんですけども、まあ超絶フォーミングねが自体がね結構必中友情で、上バランスの恩恵も乗ってくるので高難度では役立つかなと思います。基本的に友情使いはしないですねこの性能では。はい、っていうことでね、強すぎてあっさりボス戦来てしまったんですけども、ちょっとねアビリティ面について話をしていこうかなと思います。で、基本的にまあ、高難度で使う性能なのでアビリティを2つずつに絞って対抗馬をね出しておきました。まあ他にもねキャラはいるんですけども、一旦まあこの中でも使えそうなキャラをね絞って出しておきましたと。で、やっぱ超バランスデフォルト解放っていうことで、まあトップ層ですね本当に。超バランスのまあコースで SS も高難度に非常に相性のいいものとなっているので、まあ強いですね。基本的にここのギミックでケトシーが刺さった場合は、まあほぼ使うかなと思いますね。まあちょっとクエストにもよるんですけども、結構使う場面は多いのかなという印象でした。なんで厳選に関してもね、まあ高難度っていうことで、過激モリモリの方がいいのかなと思います。で、コネクトもね、発動すれば基本的に SS ターンもね、あんまり気にならないので、まあ、例えばダメージオールブロックだとスピード型のねユーマとも非常に相性がいいのもすごい高評価ですね。ユーマ加速持ってて、でそこにケトシのね殴りとかも加わってくると、まあめちゃくちゃ相性のいいものになってくるので、まあここの9の極ではねそもそも友情コンボ自体が発動しないので組み合わせなかったんですけども、まあユーマとも相性がいいっていうのは非常に強いですね。で、他の枠だとオニキスや磁気杯がスピード型なので、ここら辺とも相性がいいですね。ということで以上、ケット C 重心化解使ってみたでした。今後もこういう動画を続けていくので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではバイバイ。喜べ、ここにもいたぞ、俺の悪いやつ。